運動してもなかなか痩せない。お腹の下腹部だけぽっこりしてしまう。体重は変わらないのにズボンがきつくなってきた。お尻が垂れている。くびれがなくなってきた。足を組むことが多い。ヒールの高い靴でよく歩く。これに一つでも当てはまった方は、骨盤が歪んでいる可能性がすごく高いです。今日ご紹介するストレッチを最後まで一緒にやれば1回で必ず効果あります。視聴者さんの中でも、続々と結果出している方たくさんいます。始める前に、自分の体を、写真で撮ったりとか、メジャーで継続してからやってみてください。それでは一緒にやっていきましょう。はい、それでは1種目目は座った状態からやっていきます。足伸ばして手足をねついてこういう感じでパタ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 させていきたいと思います。20秒です。特にね、速さとか関係ないです。ちょっとね、関節緩めたり、股関節前でね、準備体操なので、ね、軽くやってあげてください。よいしょ、ね、軽く動かしてあげます。あんまりきつい運動ではないので、緩くやってくださいね。よいしょ。はい、次はですね、あぐらをかいたら、この膝を抱えます。この膝はですね、斜め前あたり、胸にぐーっと近づけるイメージでやっていきます。このお尻のあたり伸びていれば OK です。スタート。ふーっとね、深呼吸しながらね、背筋伸ばしてやってください。動画の中で特に厳しいことは言わないんですけど、一つだけ約束してほしいことがあって、必ず呼吸的ではしっかりしてください。息を止めてしまうとこうね、首を絞めながらやってるのと変わらなくなるので、ね、よりきつくなってしまいます。あまりねきついの嫌じゃないですか。しっかりね息を吐きながらやってくださいね。OK。 はい、次こっちの足です。いきますよ。よいしょ、息吐いて吐いて、この辺伸びてたら OK です。ラムもお尻ですね、ぐーっと伸ばしてくださいね。僕硬すぎて無理につかないって方いると思います。硬いのね、伸びしろです。本当にもうね、まだ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 遅くなる余地があるんだなと思って、ラッキーだなと思ってください。もうそもそもね、皆さんやってる時点でめちゃくちゃ意識高いので、本当に自分をね褒めてあげてくださいね。はい、次はですね、足をねこういう感じで片方前に出します。前に出したら骨盤からぐーっと背筋伸ばしながらぐーっと前に倒れていきます。20秒です。スタート。ぐーっと前ですよ。そうするとこの前に出してる方の、足の方のお尻伸びてる感じあると思います。どうですか、わかりますか。ぐーっと伸ばしてあげてください。呼吸をね、しっかりしながらですよ。息吐いて吐いて、ぐーっと前に倒れます。背中丸めないで、腰も反らないで。よいしょ。はい、次こっちの足を前に出しますよ。そしたら前に行きます。20秒ね。スタート。よいしょ。ちょっとね、しっかりね、背筋伸ばしながら倒れてってください。そうしないとね、お尻伸びてる感じはなかなか分からないと思います。息を吐いてくださいね。どうですか、伸びてる感じありますか。グーッとね、オッケー。はい、そしたら止まって後ろについて、足をですね、こう膝に乗っけてぐーっと、床に押さえつけるような感じでやっていきましょう。30秒です。ぐーっと、この時にですね、外もも伸びている感じがあれば OK です。これ別に、ね、床につかなくても大丈夫ですからね。皆さんね、人によって硬さは違うので、しっかり、ね、伸びてる感じがあれば OK ですよ。ぐーっと押して、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 そうです、そうです。きつい方はね、あんまり無理しないでくださいね。呼吸はね、しっかり吐いてください。ぐーっと、もう素晴らしいです。そうです、そうです。もう少しです。 OK。 はい、次こっちの足、かかとでね、膝を押します。30秒ぐーっと。どうですかね、この辺伸びてる感じありませんか。で、結構左右差あると思います。私ね、こっちの方がちょっとね、つらい。で、左右差ある場合はできるなら、まあ、片方ね、辛い方を長めにやってほしいんですけど、まあ、私はそういうのは続かないタイプなのでまあ、もちろん自分のやりやすい方法でやってみてください。もう皆さんね、動画見ながらお家でやってるだけめちゃくちゃ偉いです。本当に素晴らしいですからね。もう意識高すぎです、本当に。もうちょっとよいしょ、 OK。 はい、そしたら次は足の裏くっつけますよ。くっつけて、で、できるだけかかとは体の方に寄せて、ぐーっと股関節伸ばしていきたいと思います。30秒です。で、この時に余裕がある人はね、こういう感じでパタ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 させてあげてください。股関節をね、こう自分から伸ばしに行くようなイメージです。パタ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 で、背筋はなるべく伸ばしましょう。どうですか、皆さん辛くないですか。YouTube にはね、再生速度をね、変える機能とかもついてるので、一時停止だったりとかね、自分の体力に合わせてその辺ね、調節してみてください。
全くね同じようにできなくても大丈夫ですからね。 OK。 はい、そしたらですね、このままぐーっと前に倒れていきたいと思います。これもね30秒いきますよ。スタート。ぐーっと前に倒れて、そうするとねめっちゃ伸びますよね。私もねかなり硬いので一緒に頑張りましょう。呼吸吐きながら、うーん伸びてますね、伸びてますね。じゃあ頑張って頑張って。ちょっとね30秒って長いなって思う方いたらね、10秒でも20秒でもね、大丈夫ですので、あんまりね無理はしすぎないでくださいね。よいしょ。はい、そしたら次はね仰向けにやっていきたいと思います。膝立てますよ。膝立てたらですね、このままパタパタしていきたいと思います。いきます、30秒です。あとで、この時しっかり肩甲骨は、床についてください。しっかりね、こうパタパタさせていくとね、骨盤もそうですけどね、くびれ作りにめちゃくちゃ有効です。よいしょ。この辺伸びてる感じがね、どうですか、腰のあたり、腰肉、脇腹伸びてる感じがあれば OK です。パタ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 、速さは重要じゃないですからね。肩浮かせないですよ、頑張って。ちょっとね自分から伸ばしに行くようなイメージです。オッケー。はい、そしたら次は足の裏くっつけてカエル足です。カエル足の上等で上にグッとお尻などを締めるようなイメージで上がっていきます。いきますよ、30秒です。スタート。お腹にもグッと力入れます。腰反らしすぎないでね、腰痛の原因になりますよ。お尻などギューッと締めた状態で上に上がる、上に上がる、1秒止める。で、辛くても息は絶対に止めないで、お尻ギューです。お尻なな締めて締めて締めて、辛い方はね休み休みやってください。ちょっとねしんどいですよ、頑張って頑張って。じゃあもう少し、もうちょっとだよ、できる人は頑張ってね。素晴らしい。はい、そしたらね次もちょっとだけきついです。今ねカエル足上に上げ上がりましたね。この状態で30秒キープしていきますよ。スタート。お腹にも余裕がある人は力入れてください。で30秒ね、ちょっと長いので、目標30秒ということで、10秒でも20秒でも大丈夫ですよ。ぐーっとね、お尻の穴ぎゅーっと締めて、お尻の穴締めますよ。で、息は止めないで、絶対どんなに辛くても止めないで。しんどいですよね、頑張って頑張って。キープ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 、できるところまで頑張って。あと5秒。3、2、1。よいしょー、素晴らしい。はい、そしたら次はですね、膝立てて、足を置きます。そしたら太ももを持ってぐーっと胸に近づけていきますよ。30秒です。スタート。ぐーっと近づけて、この時お尻裏もも伸びてれば OK です。どうですか皆さん、ぐーっと伸ばして伸ばして。ちょっとねしんどい種目がね 2種目続いたので、ちょっとね呼吸整えてあげてください。どうですかね、ついてきてますか。もうね、あの種目結構あると思うんですけど、もうどうしても苦手なやつがある時は 1,2 個だったらもう最悪飛ばしちゃっても必ず、あの結構それでもね効果あるので大丈夫です。そしたら次こっち行きますよ。30秒です。スタート。やっぱりね無理しすぎると続かないじゃないですか。やっぱね継続の方が大事なので、ある程度ね自分に甘くしてあげながらねやってみてください。しっかり呼吸して、よいしょ。ちょっとね今のしんどかったですよね。お尻裏もも伸びていれば OK ですよ。ぐっと伸ばして、よいしょ、 OK。 はい、そしたら次体勢を変えて横に向きます。はい、そしたらですね、上の足は前に出します。で、下の足はかかとをぐーっとして上に上げていきます。この時、内もも使っていきましょう。で、上半身はですね、もうこういう感じで寝た状態でも、こうでも自由で大丈夫です。いきますよ、30秒です。スタート。内もも使いながら上に上げていきます。ちょっとしんどいですね。で、この時ね、骨盤が当たって痛いという方いらっしゃると思います。そういう方はね、柔らかいとこをクッション引いたりとかね、してみてくださいね。きついですよね、頑張って。以上、内もも使って余裕がある人はお腹もへっこまる、休憩してもね大丈夫だからね。以上、できる人は頑張ろう。もうちょっと、3、2、1、 OK。 そしたら次は下の足を前に出して、足前に出しちゃいます。
前に出した状態で上に上げていきますよ。いきます、30秒です。このお尻の横を使うイメージで、今度はお尻の横ですよ。ゆっくり上げて下ろす、ゆっくり上げて下ろす。どうですかね、この辺中殿筋、お尻の横の中殿筋使ってる感じありますか。ちょっとねしんどいと思います。頑張って。中殿筋ってね普段使われてないので結構きついと思いますよ。無理しないでね、できないのが当たり前ですからね皆さん。もうちょっと OK。 はい、そしたら次足後ろに引きます。引いたらですね、この引いたところで上に上げていきますよ。いきます、スタート。うー、きついですね。なんかさっきのね辛さの名残がまだ残ってるのでちょっとしんどいです。皆様ね一時停止とかね、早くね休憩するとかね、ちょっと工夫しながらやってみてください。できる方は一緒に頑張りましょうね。もう皆さん本当にね素晴らしいですよ。自分がやってることがいかに意識高いか、もう本当にちゃんとね分かってください。そして今日やって頑張った自分に本当ね、褒めてあげてくださいね。よいしょ。はい、そしたら体勢変えていきます。こっち向きますね。はい、上半身完全にダラーンとして上の足は下で、かかとグーってやって上に上げていきます。30秒です、スタート。内ももを使って上に上げますよ。頑張って頑張って。骨盤当たって痛い人はね柔らかいところでやってくださいね。よいしょ、内もも使って頑張って頑張って。できるだけ床にね足はつけないでくださいね。で、余裕がある人はお腹も引っ込めよう。きついですよね。頑張って、もうちょっとだよ、頑張って。素晴らしい。はい、そしたら次は下の足前に出します。前に出したら上の足も前に出しましょう。前の状態で上に上げる。いきますよ、30秒でスタート。で、この時お尻の横ですね、中殿筋を使うようなイメージ。上半身は筋肉使わないでくださいね。ダラーンとしてください。お尻の横、ふう、きつい、きついですよね。頑張って頑張って。休憩 OK ですからね。自分のペースでやってくださいね。もうちょっと頑張って。素晴らしい。はい、そしたらですね、次は足を後ろにやります。やったらこの状態で上げる。きついのがちょっと続いてるので、休憩する人は、ね、一時停止をしてくださいね。いきます。30秒です。スタート。できるだけ足伸ばしながらゆっくり上げる。お尻の横がすごいね、熱くなってる感じある方、もうそれはね大正解です。よいしょ。うー、きついですね。頑張って。うー、きついきつい。頑張って、もう少し。うー、素晴らしい。はい、そしたら次はですね、四つん這いになります。四つん這いになったら肘ついて股関節グーッと開きますよ。カエルポーズです。この時ね、膝痛くなっちゃうので柔らかいところで使い分けてください。この状態で前に出て後ろでグーッと引く、前に出て後ろグーッと引く。この時股関節すごい伸びると思います。これが最後の種目です。最後なので40秒頑張っていきましょう。スタート。グーッと引く、伸びる伸びるみたいな。そうです、そうです。で、これね今日最後の種目なんですけど、まだ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 やりたいなよって方はですね、概要欄におすすめのストレッチ貼ってあるのでね、そちらもやってみてください。あとね、Twitter とかねインスタグラムもやってるので、そちらもね概要欄に貼っています。そちらもぜひはねフォローしてみてください。よいしょ。もう少しで皆様ですよ。本当にお疲れ様でした。頑張った自分をね拍手してあげてください。お疲れ様です。もうちょっとで終わりですよ。4、3、2、1、よいしょ、終了。お疲れ様でした。今回の動画がちょっとでも良かったなって方はチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。またねー。